いつも笑顔なのはもともとそういう顔だから、それとも本当にいつも楽しいから。どうなんですかね。もともとそういう顔なのかどうかっていうのでいくと、まあ DNA の可能性ありますよね。僕がその高校生の時にアルコールを派出所でばらまいて、そのままその本所に連れてかれたってことがあって、その時その高校の友達二人で高橋くんと長谷川くんと僕が。で、滝野川の派出所で捕まって、大内警察署にいたかな？で、高橋くんの親と、長谷川くんの親と、あと西村さんの親の三人来たんですけど、高橋くんの親とか長谷川くんの親は割と神妙そうに来たんですけど、うちの父親めっちゃ笑顔だったんですよね。息子を引き取りに来た時に。まあそういうことするだろうなっていうのは多分うすうすうちの父親は分かってたんだと思うんで、っていう感じで多分ね、これ DNA の問題かもしれないですね。はい。だ、僕がおかしいんじゃなくて、うちの西村家の DNA が悪いっていうふうに理解していただけると。ひろゆきの親ってどんな人だった？ハゲてますね、うちの父親は。